おはようございます。さなきちです。今日は悪化してから4日目、寝起きです。完全に寝起き。はい、寝室出てから顔も洗わずに自分の席に着席しています。それで、肌の調子は、汁気がなんとなく終わった気がします。汁、皮膚直下の汁が終わった。抑えても汁がつかない状態になってきて、それで昨日の夜ぐらいからかなり皮膚が固まって、かさぶたになってきています。ね、ほら、すごいでしょ、これ。とか、これね、汁が出てたところが固まって皮になってるっていう状況。だからだいぶ良くなってきたっていうか、治る経過の一つだから、すごい分厚い皮膚だよね、これ。分厚い皮がむけてきています。で、かゆみはね、昨日寝てるときに、ちょっとかゆかった？この辺の皮がむけ始めてるとかゆかったけど、あ、かいてると思って書くのをやめました、寝ながら。だから気づかないうちに書いてる時もあったと思うけど、すごい傷になってるっていうことはね、朝起きた時はなかった。で、この首も今皮落雪です。で、いろいろコメントもらってありがとうね。本当にいっぱい 心配してくれて。ありがとう。すごいね、励まされました。で、乳製品のアレルギーなんですかっていうね、質問もあったんだけど、乳製品のアレルギーじゃないです。アレルギー持ってないです。アレルギー検査した時に、即時性の、あるじゃん、二十何項目、杉とか、ね、ヒノキとか、マラセチアとかそういうのと、あと食べ物、代表的な食べ物の検査の、血液検査しても、食べ物のところはね、私はね、一切だよね。一切出ないの。で、どこに出るかっていうと、杉とかヒノキとか、あと犬と猫とマラセチアが、食物アレルギーがあるっていうわけじゃないのね。だけど、体感的に今まで、こうやってね、バター急に大量に食べると、アトピーがひどくなるっていうか、皮膚がすごく痒くなって、ああいう汁とかね、汁まみれになったりします。乳製品食べると今まで肌がするっていうことがあったから、基本的に乳製品は食べない。生クリームとかそういうものも食べない。白砂糖のものも取らない。だから甘いものを食べると肌が痒くなるから。あと、添加物とか化学調味料が入ったものを食べると肌悪化するから、そういうものを食べない生活ずっと続けていて、その中でバター食べてこういう状態になったっていうこと。だから乳製品のアレルギーっていうの、アレルギー私の場合はアトピー悪化の原因、肌が痒くなる原因っていうふうに自分の中では捉えていて、食べない方がいい食べ物っていうふうにね、思っています。だけど食べちゃった。魔が差して。肌が調子良くなってくると、万能な肌になったような気がして、何の問題もない。食べ物食べても大丈夫みたいな気になってきちゃう。調子に乗っちゃう。それで食べて、こういうことになりました。でね、洗顔どうしてますかっていうのも、洗顔っていうのをどういうふうに定義してるかにもよると思うんだけど、
私はこう何か洗顔フォームとか洗顔料みたいな、その洗浄成分をつけて顔を洗うっていうことは普段からしていません。だから、それを洗顔って言うんだとしたら洗顔してない。ずっと、もう何年も。無添加の石鹸っていうか、その本当、ただ石鹸素地だけで作られたそういったものでも顔を洗うってことはしません。基本的に合成界面活性剤のもの、入ったもので、髪を洗うとか顔を洗うとか体を洗うってことは一切していません。まあ普通の時は、朝起きたら水でね、顔を洗う、バシャバシャってちょっと濡らすみたいなことはする。今は、基本的に顔を洗うっていうことは、朝起きて顔を洗う。顔を洗う。昨日はしなかったかな。昨日しなかった。で、お風呂もどうしてるかっていうと、ちょっとだけ昨日湯船に、じゃあ足が冷えた感じがしたから湯船に浸かって、昨日2キロ走って、走ってきた後、座分ぐらいお風呂入って、瞬間体温めて、頭洗ったりするのは、スーパーぬるま湯、水ではないけどぬるま湯で、こう洗って、あんまり顔が長時間濡れてるっていう状態をしないようにしました。やっぱり濡れると治りが遅くなるっていうか、なんだろうな。濡らさない方が皮になって、皮が剥けて治っていく過程が早い気がします。だから脱風呂ね、したりする人いるけど、私も前したけど、まあ、それは、理にかなってるなっていうふうには思う。で、今日はこの後ラジオ、の収録があるので、ちょっとざっとシャワーを浴びて、ぬるま湯で浴びて、それで髪を整えるか、ちょっと髪が撮影に耐えられるか、どうかちょっと確認してから、髪濡らすかどうかも考えて、準備します。でね、この腕もかゆいね、これほら。腕、やっぱり顔、首、関節、肘関節、あと股関節、あと背中ね、ここの、背中の、ここは結構かゆいです、ここね。でね、砂利が小粒になってきた。まあ、もうすっごいボコボコだけど、ちょっとこう隆起が、下がってきた気がします。これね、こういう皮になってるところは全部下に汁があったところ。いやー、本当やっちゃったよ。だから基本的に私は食べ物を気をつけていれば、まあ、ちょこちょこあるなーぐらいで平穏に過ごせる。だから、やっぱりもう改めて食べ物気をつけないと。ずーっと昔の、多分3年ぐらい前の動画遡ると、やっぱり、ビーガンパフェとか、ビーガンスイーツ食べて肌バーって悪化してる時期とか、まあやっぱ甘いもの系だよね。甘いもの系で、やらかしてるっていうことが、しょっちゅうあります。あります。だから市販のお菓子基本的に食べない、市販のお菓子は食べないよね。だから生活クラブで注文して乳製品ね、今回やっちゃったし、そういう感じでこの皮温存しなきゃ。これね、もう久しぶりにさ、このまぶた汁久しぶりっていうか、まぶた汁は初めてのような気がする。おとといさ、このまぶたなんか痒いと思って、まぶたギュッてやったら、まぶたからも汁出てきてさ、どんだけだよって思いました。本当に。ね。この首はね、こういう感じで。赤みは引いたよね。だから枯れて、皮になった。もうまさかこうやってギュッて押したら汁が出るぐらいのことがまた起きると思ってなかったから、本当にショックだったけど、辛いし、今も辛いけど、なんとなく経過してきてると思います。で、今私ね、
何も塗ってません。今っていうか基本的に何も塗ってない、クリームとか保湿剤とか、あとステロイドも塗ってない、ずっと塗ってない。去年悪化した時に4日だけステロイド塗ったけど、それ以降は塗ってない。で、ほんの薄くワセリンを塗るっていうことも今してない。手もね、ワセリン塗るっていうのしてません。もうごく少量よ、ワセリン塗るって言っても、普通のイメージの何かを塗るっていうんじゃなくて、本当に米粒2分の1ぐらいのこうやって、もう何にもないような状態でこうね、米粒2分の1が広がった状態で水でバシャバシャって濡らして、それをこうちょっと溶かして、それでパーってね、塗るっていう感じ。それも今してません。まあちょっとそれをしてたのも影響あんのかなって思ったり、やっぱり私の場合ベストは何も塗らない状態で維持できるんだったらそれがベストだなって思ってます。まあでも手はね、去年から今年にかけての冬で赤切れもゼロだったから、ほんの薄く膜ができるっていうのは皮膚の保護になるんだなっていうのは手の場合はね実感しました。まあ予想だけどこの後どうだろうな、過信は禁物だけど、最初悪化報告の動画撮った時2週間か3週間ぐらいかかるって言ってたけど、思いのほかどうかな、やっぱ2週間ぐらいかかるかな、うん、思いのほか経過はいいような気がします。まあ、去年の悪化の時に比べたらね、去年はもうずっとこの汁が止まらないっていうのはずっと続いたから、まあ1週間無理だね、もう4日目だから。まあ、やっぱ2週間かな ?2 週間ぐらいかかると思います。また報告します。はい、こんにちは。4日目の夜です。今、夜のエアロビクス行ってきて、帰ってきて、ぬるま湯でざっとシャワーを浴びて、髪乾かして、また自分の席に着席しました。なんで撮ろうかと思ったかっていうとね、ほら見て、この皮がもう、バリバリに向けてきました。これすごいよ、ほら。もう、ピロピロになっちゃって。これね。で、さっき帰ってきたら汗かいてて、この辺の皮とかもみんな、こう立ち上がって向けてて、そう、知らない間に引っかいちゃったみたいで。なんとか温存しながらエアロビクスしたんだけど、うん。この辺こんな風に向けちゃいました。すごい、ほらすごいでしょ。これを報告したくて動画撮りました、夜のね動画。それでかゆみはねほとんどないです。ほとんどない、うん。で、汁もないです。汁も押しても汁なし。首の後ろもね、汁なし。ただ、もうめっちゃ皮が落雪期になって、分厚い皮が、このようにね、浮いてきています。うん。で、手もね、手は赤切れたくさん、赤切れたくさんになっちゃいました。だから、傷パーパッとね、ちっちゃく切ったのを貼ったりしています、こういうね。こんな感じかな。痒くないから、まあ、やり過ごせる。多分、夜も眠れると思う。うん。なんか、痒くて眠れないっていう感じの雰囲気は今のところないです。これをね、引っかからないようにしなきゃね。引っかからないようにして。で、明日はまた、クッキーの方のデザインしてくれてる、井山さんのところに打ち合わせに行くので、そう、早く寝て、明日に備えたいと思います。この辺のね、こういうのが明日の朝どうなってるか。はい。今日ラジオの日で、ラジオもアップしました。だから、まあちょっと報告がね、一日ずれてる。ずれてくけど。うん。これがね、ただ、ペロペロって向けて、綺麗な肌になって終わればいいなって思ってます。
去年は向けてもまた汁になって、また向けて汁になってっていう汁気を何回も繰り返したから、それがねなければいいなって考えているところです。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。さなきちでした。バイバーイ。